大型観光キャンペーンに向けて新商品を開発しました今日ザビエル本舗の大田会長らが県庁を訪れ新商品の誕生を知事に報告しました新商品、南蛮か文豪は4月から始まる福岡大分デスティネーションキャンペーンに向けて開発されたもので 外側の生地にチョコレートを使い、中にラムレーズンを練り込んだ餡が入っています。盛り上げることができたら、いかに少しでもこう、えー、お家からになれたなという思いで、ザビルに継ぐような商品に育てていきたいなとそう思っております。文後は来月1日から県内の土産物店や百貨店などに並び、4月からは福岡県でも販売される予定です。